じゃあ一級取るっていう企画しましょう、これから。え、やばい、待って、はぁー、もう、でも960ぐらい。え、これで落ちたら超大恥なんだけど、どうしよう。どうだよ、始まりました、もちチャンネルさ。なんかめっちゃ来てない？え、来すぎじゃない？みんな来てない？大丈夫ですか？心配ですよ、私は。いやいや、いつも遅刻してね。ね、今日も1時間以上遅刻して。いや、でも事前に連絡しましたよ。事前に連絡したら OK。ちょっとこれの時間からでいいですかって。はい。そんな丸山さんなんですけど、もうね、早稲田を卒業して、はい、社会人になったんですが。そうですよ。テストが大変ですよ、毎日。テスト？研修の。ああ、そういうことですね。そうなんですよ。はい、でもまあ英語は使う生活。いや、まだですね。まだ。実技の、実技っていうか、こう派遣じゃないわ、あの部署に配属される前は、うん、まだ研修期間なので、はいはい、その海外の人とやり取りとかもなくて、ただただ、そう、私 IT なんですけど、IT の基礎知識を学ばなくてはいけないという、この文系にとっては苦痛で仕方ない期間ですね。まあ今までね、いろんな大学入試の問題を解かされたと思うんですけど、はい、今日は英検1級の単語。え、やばい、待って、もう新しい。聞かされてないんですよ、お互い。なんかラフすぎて、ラフすぎて、だいたい伝えないんですけど。あ、そうなんですね。今回はですね、ただまあ問題解いても著作権上使えないんで。おお。なんでちょっとね、答えになった単語たち今送りました、見ていただいて。来た、来たよ。そうやって見るんだ。はい、来たよ。え、これなんかコメント来てたな、そのな、あ、そうか、前になんかカバンかけんなみたいな。これ携帯の紐ですよ。はい、カバンかけんな。さあ、何も分かんない。大丈夫ですね。あ、すごい、フォントが全然変わっちゃうの。さあ、これ見てどれぐらい知ってんのか。いかちで分からない。それどれぐらい、じゃあちょっと一応帰国子女で、そして早稲田を卒業して、まあもちろん早稲田大学で全然、ね、また言われるコメントで、これが早稲法かって。そうどれぐらい知ってんのか見て。一個も分かんない場合どうしたらいいですか。そんな一個も分かんなかったらもう帰国子女っていう称号剥奪。え、一回剥奪じゃもうします。白旗で。もう単なる早稲田卒アイドルの。あ、そう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 、そんなのいっぱいいるよ。いいよ、それでも。それダメです。え、見たことあるけど、はい、実際どういう意味か分かんないです。え、じゃあさ、例文出してくださいよ。絶対そうなると思ったよ。ガチで分かんない。あー、まだまだ。あ、これ何、準1級？準1級、これ準1級レベルだわ。あ、じゃあ準1級は持ってるわ。だって持ってんの。うん、1級は持ってない。よし、じゃあ1級取るっていう企画にしましょう、これから。え、あれも勉強して1級取ろう。あの、あり、あり、うん、ということで平均級取る宣言しましたんで。今嘘でしょ。嘘じゃないです。申し込んでください。マジか。申し込めんのかな、今ちょっと見てみよう。え、でもさ、面接あるんでしょ。面接なんか余裕でしょ。たる、え、やばいね。で、確かに英語の勉強にはなる。まだ大丈夫だね、4月だから。え、待って待って、そんな早く取るの。え、そんな早くテスト受けるの。もちろん6月ガチ。その日にだからアイドルの仕事入れないでください。エナビ会員になっといてください。ねえ、森哲さん入ってよ。やだよ俺。なんで。だって全部来るよ。届く意味ないじゃん。確かに。メールでのお知らせでいいよ。メールでのお知らせ。私メール見ないんで。よかった、今本当にここで申し込みをさせています。融資は出してくれるんですか。融資、うん、使い方融資は出してくれるって。はい、合格すれば、うん、もうそのまま受験料も、はい。嘘でしょ。あげます。あげます。あげます。はい。え、でも、事前払いは自分でってことですか。やばすぎでしょ。事前も払いたくないと。いや無理ですよ。ないっすもん。でも嘘ばっかり。いや本当に。もうだって新社会人やばいですよ。全部なくなります。卒業旅行で。どんだけ豪遊したの卒業旅行で。本当にやばい。あ、もう学生じゃないんだ。やばい。やだ。会社員だって絶対今の期間じゃないでしょ。私研修やで今。研修中にも英語ぐらいできるじゃん。え、だってあれですよ、コンピューターでも今まで触れたことないさ、アナザーラングエッジ習ってんですよ。まあ確かにそれはそう。でもでも英語だったらできるから。できないよ。でもこれぐらい受かっとかないと、ね、そうそうそう、それだってあるのとないのじゃ、もう他の人へのイメージ。じゃあ森哲さん出してくだ。あーもう閉じちゃったよ、あんなに入れてたのに。え、無効になりました。ちょっと待って、もう一回送んなきゃダメだって。うっそーマジで再送。もうやめてよ。こういうところがね、マリムさんなんです。そうなんですよ。
人生生きづらい。もう決まっちゃってんじゃん、6月4日って。6月4日。大丈夫、入れて。入ってるな。はい、入れて。ちょっと今のとこちょっと。入っちゃってるな。待って、ねえ、本当にさ、これ何時、朝の何時から起きれんの？いや、そこでね、ちゃんと取らないと。じゃあ分かった、ねえ、受験料払ってもらって、はい、合格したら受験料と同じ賞金をもらえるっていうのはどう？賞金？どう？それならめちゃくちゃ頑張るんだけど。いくらするんだろうね、そもそも。確かに、いくらかかるんですか、この受験って。調べてみて。値上がりしたのは覚えてるけど。いや、いいよ、どうせ俺が払わされるんだから。いや、でもさ、なんかご褒美ください。じゃあ、わかった、はい、じゃあ今私がめっちゃ欲しい、はい、エアタグはどうですか。何エアタグって。アップルのさ、探索できるやつ。知らないの。この1639円のあ、それはケース。こっちでしょ、本体は。何これ。なんかお財布とかに入れてると、うん、なくした時にどこにあるか。あ、そうそう、はいはいはい、映画とかで見たことあるわ。映画で見たこと。海外の映画に出てきた。じゃあそれね、よかったら。わかりました。3つ。なんで。お財布と、あ、じゃあ2つでいいよ。お財布とキーケース。やった。めっちゃやる気出てきた。頑張る。ねえ、これだって。はい、はい、11,700円。クレジットカード払い。見てもここ。あ、ねえ、やらしい。違う、これ番号ないから、ね。あ、番号。なんで？そうそう、番号。盗まれないようにってこと？そうそう、だから取られてもだからできないよ。すごくない？今時そんなんなんですか？そうです。あれメモられて取られちゃってる人いっぱいいる。本名公開してるんですか？してますよ、全然。全然普通に。普通にしてる。私知らなかったんだけど。どんだけ知らない、どんだけ。それあなたが興味なしに何も見てないから。いや、違うよ。大丈夫ですね。はい、完了しました。うわ、ガチじゃん。あ、そうね、両方とも一次試験、二次試験ちゃんと。一次合格した二次試験がありますから。落ちます？いや、落ちたら困るわ。いやいや、普通どんな感じなんですか、一級って。でも、ちなみに、うん、活用はしないじゃないですか、絶対。あー、そうね。そうジャパニーズスタイル、イングリッシュ、ジャパニーズスタイルスタディじゃないですか。いや、でも、いや、多分ね、リスニングは何の難しさもなく終わる。トーフルと同じぐらい。全然トーフルより優しい。あれ、トーフル何点？トーフル、クソですよ。トーフル、いや、100超えてたわ。102です。100超えてれば一級なんか余裕で受かるはず。トイックとはまた別ですか？全然違う。トイックも受けるんですか？トイック受けたよ。受けたんだ、いつ、うん、去年の。どれくらい取れたんですか？でも960ぐらい。あ、ほら取れてるじゃないですか。だからでもさ、なんか単語とかなかったじゃん、トイックとかトーフル。まあ単語単体、まあ、文中とかだけどね、トーフルは。英検はさ、もう単語じゃん。そう単語。それ多分それが無理だわ。じゃあでも、もう申し込んだんで、もう逃げられませんので。やばい、マジで。人のお金で受けるには逃げられない。分担だけあるわ今。文章こんなの楽勝だから。あ、借りていいんすか。はい、文とあっち、これが読解のやつなんで。読解じゃなくて単語問題の方が難しいんで、単語問題のじゃあ参考書は今度また買ってあるんで、うん、やったー。そちらあげますんで。え、確かに。待って、でも、はい、こんなのさ、こういう企画じゃないとさ、はい、いや、後でとかさ、そうなるから、めっちゃありがたいかもしれない。これで落ちたら超大恥なんだけど。そうです。どうしよう。絶対落ちれませんので。起きれなかったなしですよ。起きれなかった起きれなかったらは、払うわ。そうです。ペイバックする。そう、いや1万ぐらいでとかなっちゃダメですよ。分かった分かった。あ、じゃあペイバックらしい。エアタグもなしね。エアタグをじゃあ俺がもらう。あ、うわ、いいね。あり。うわ、それ絶対起きるわ。だって私が欲しいものをさ、あげなきゃいけないでしょ、わざわざ。やだわ、それは。で、多分俺はいらないから誰かにあげる。ねえ、使ってよ、そしたら頑張って。まあ、多分大丈夫だと思うんで、分担は簡単だと思います、これは。どういう意味ですか、分担。分担ってか、文章中のやつなんで、単語問題とは別のものなんで、単語問題の方が。ごめんなさい、構成は何なんですか、一級は。何が。それすら知らない。知らないですよ、だって受けるやつじゃなかった。単語問題、リーディング、ライティング、で、リスニング。ライティング and listening。はい、で、ライティングは大丈夫だわ。二次試験がスピーキングですね。どういうスピーキングですか、なんか。面接、スピーチ。What do you think about? みたいな感じで。最初にトピックあって選んで、もう絶対大丈夫。そんな知ってりゃ、はいはいはいみたいな。でも私、政治問題とかマジで詳しくないです。法学部、頑張って。いや、本当にね。2分の。2分さ、プレゼンテーションってことですか、はい、そうそう。スピーチ絶対大丈夫、大丈夫。本当に、はい、スピーチして、その後質疑応答です。ね、どうします？ね、1時受かって2時落ちたら。もうそれはね、あ、じゃあレギュラー。やだー、嘘
嘘でしょ、頑張んなきゃ。そうそう、高得点で合格してください。え、ギリギリでも別に合格は合格ですよ。でもやっぱさ、動画出てる的に、え、でもだって動画の人は喜ぶじゃん。っていうのを喜ぶと思うよ。わあ、マリモすごいんじゃんやっぱり。それで入試問題解けないだったら成立しますよ。なんだ、入試問題も解けないし英検もできないじゃん。わ、何にもねえじゃんみたいな。ということで、マリモさん頑張りますということでした。ぜひ応援してください。やばい、こんなはずじゃなかったんだけど、どうしよう。1時間遅刻して、俺もいきなりお金払ったいきなり払った。エアタグゲットだぜ。いやマリモさんのライティング読んでもらって。 Is investment from foreign companies necessary for the success of Japan's economy? はい、そうですね。海外からの投資が必要かどうかっていうトピックだったわけですが、さあ、okay.Introduction. Some people argue that since Japan is an isolated island, we should keep our business to ourselves. However, I believe that investment from foreign companies is necessary to the success for Japan's economy for following three reasons. あ、すごい。まあ、keep to ourselves とかね、この辺はやっぱりなかなか使えないでしょうからね。For the following three reasons だがいる。はい、で多分チャット GPT であと直させたんで、はい。Firstly, there will be more communications between Japan and other companies. Building up relationships will be beneficial when we face problems. For example, there were lots of donation coming from other countries when a huge earthquake happened back in 2011. はいはい、This is because Japan also helped other countries when they were facing problem. Thus, having communications are building up relationships.And そうそう、and、oh, これ俺メールで書いたやつ、こっちが、多分 and って書いた。そうそう、 and。Thus having communications and? and building up relationships are really important to the success for Japan's economy。はい、そうですね。いや、 やっぱりなかなか使えない表現がね、書いて back in とかね、back in って言った後に多分 problems ですかね、ここね、S が必要ですけどね。はい。はい、Secondly, since Japan is limited in terms of population and technology, the investment will give us a huge chance、so、to overcome this limit and challenge ourselves with new evolution. For example, Japan is always getting respect with how we have various resources. Resources, yeah. We're enriched with natural resources that other countries may not have. Thus, getting investment will help Japan not to waste the usage of this enriched resources and will lead to the success in Japan's economy. ああ、やっぱこういうのもね、使えそうね。Lead to success in とかね、はい、この辺もやっぱ。Lastly, getting investment and collaborating with other countries will be a great change to promote Japan to foreign citizens. This will make people visit Japan and will have opportunity to spread Japanese culture.For example, anime and manga are widely spread all over the world, and this will also make Japanese economy successful.、うん、で、多分コンクルージョンで、うん、As I mentioned above、はい、短くなんか書いたってことですね、うん、そう、はい、そういう感じだったわけですが、じゃあちょっと、まあ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 、ちゃんとね、論も通ってるし大丈夫だと思うんですけど、チャット GPT に一応ちょっと直してもらいましょう。チャット GPT、 そう、チャット GPT 知らなかったからね。知らない。チャット GPT さん、ここから直してくれました。Okay. さあ、読んでみてください。Some people argue that since Japan is an isolated island, we should keep our business to ourselves. もう何も変わってません。はい。However, I believe that investment from foreign companies is necessary for the success of Japan's economy for the following three reasons. あ、だがついてます。やっぱりほら、言った通りですね。え、でもだはね、減点 0.1 ポイントぐらい。はい。Firstly, there will be more communication between Japan and other companies. あ、communication、ずっとコミュニケーションに変わったかな。はい。Building relationships will be beneficial when we face problems.、はい、For example, when a huge earthquake struck in 2011, there was an outpouring of donations from other countries. あ、そうね。そうそうそう、donations って思ったね。その outpouring とかかっこよく。そうだから確かに一級っぽいね。そうそう、で、back in っていうのは口語だからやっぱりとかされたね、はい、This was because Japan had also helped、うん、other countries when they faced problems. Thus communication and relationship building relationship building したんだね。are essential for the success of Japan's economy. これすごいね、チャット GPT すごいね確かに、え、こういう風に言われたわ。
言われたの。ああ、こういうふうに直してくれるんです。すごい。Secondly, since Japan is limited in terms of population and technology, investment will provide us with a significant opportunity to overcome these limitations and challenge ourselves with new innovations. Innovations! すごい！超天才じゃない？超天才。For instance, for example, ね。For instance, Japan is often respected for its abundance of various resources.including natural resources that other countries may not have. Therefore, attracting investment will help Japan make efficient use of these resources and contribute to the success of its economy. Ah, its economy, ね。はいはい。なるほどね。超勉強になりますね、これ。そう、そういうことです。Lastly, attracting investment and collaborating with other countries will be a great opportunity to promote Japan to foreign citizens. This will encourage people to visit Japan and provide an opportunity to spread Japanese culture. For example, anime and manga have gained wide popularity worldwide, and this has contributed to the success of the Japanese economy. Overall, foreign investment brings numerous advantages to Japan, including improved communication.Resources utilization and cultural promotion. ああ、というふうに、はい、ちょっと実際こういうふうにやってくれるんです。すごい。今知ったんですね。超すごい。あとプログラミングもやってんでしょう。そう、みんな言ってたんですよ。なんか、何々ちゃんチャット GPT 使ったみたいなこと言ってて、何それみたいなこと言ったら、なんか直してくれるのって言われて、一回も開いてた。全部聞けばやってくれます。すごくない？これ誰が開発したの？誰が開発？今さら言ってる、ね、この AI のやつでございます。すごいな。そうなんです。ということで、なるほど。やっぱりレベル高く、やっぱこれすごいね。レベル高く書き換えてくれてる。これがやっぱ一級のあれだわ。一級の、あ、だからそれも言えるからね。もっとなんかソフィスティケイレットにっていうこともできるし、うんうんうん、簡単にしてくれても言える。先方にしてくださいともできるんで。はい。ぜひ、まあこういうふうに英検の勉強に使えますんで。どう思う？いや、内容的に大丈夫だと思うんで。本当？なんかやっぱズレてないと思うから、うん、だからめっちゃ考えたんだって、なんかアイディア。だって3個も思いつかないもん。そう、それ大変だと思う。でもまあいい点は来ると思うんですよ。普通の日本人のライティングじゃないんで、やっぱりこれ本当に、はい、それはね、もう見てわかるんで。またじゃあワンチャン合格あるかな。あるかもしれない。うわー、だからもちろん表現が簡単だっていうのはありますよ。いや、めちゃくちゃ簡単。難しい表現は使わないけど、うん、でも英検でそこまでなんか難しい表現通ってないんで。でもあれエグザンプを見たら結構難しく書いてあった。そう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 ね。あのサンプルはそう難しく書きます、もちろん。一応一級ですから。はい。果たしてどうなのか、いつ結果が出るんですか？18。結果出てからだって結構すぐに面接やってきちゃいますから。それな、来週のね、月曜日。あら、じゃあ。来週の月曜日18時にいよいよ結果が分かりますので、その時に。18位なの？ 18？ ん？何時だっけ？知らない、時間知らない。私も時間知らない。そこ出た時に、いや、そう、うん、面接の心配しようと思ったけど、まだ受かってないから、しないとこは。別に難しくないと思うんですけど、喋れるから。いや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 、適当にわーって喋ってる、受かる。適当にだーって喋ってる。愛想よく、はーいって言えば大丈夫から。まあ、それはあんま関係ないんですけど、まあでもコミュニケーションを取ろうとするのは見られるんで、うん、黙っているよりも全然こうだ方が態度点もあるんで。たわしさんには勝ってでも自分には勝ててない。あ、すごい、怠け者が言う。怠け者。でもやっぱり、私本当に本当のこと言うと、ノーベンで言ったんですよ。おい、森哲さんと一級取りましょうっていう動画を出した時に、はい、帰り道単語だけやって、そっからやれなかったんですよ。おい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 。だから前日に構成だけ見ました。何時間リスニングがあって、あ、何時間もないけどね。はいはい。まあなんとか果たして受かるのか。エアタグは、めっちゃ悔しいなこれ。あれ、俺エアタグ買ってもらえるんでしたっけ？分かんなかったら、イエーイ。最悪。受かったら、でも分かった。だってたわしさんとの対決だったから、たわしさんに勝ったら、たわしさん勝ってくるってこと。エアタグいいんじゃない？やった。でも年収見たけど、年収150万の人に買わせることできるか。やっぱり水でいいです、一個水。ということでした。はい、じゃあぜひとも合否お待ちください。ご視聴ありがとうございました。ひぼちん、やばい、超緊張するわ。さあ合格できたんでしょうか。エアタグ、そうで始まりました、ぼちちゃんです。さて、今回はなんか声おかしくない？今日はい、もう鼻声です。めっちゃもうコメントにめっちゃ書かれてる。鼻声です。鼻声、夏風邪じゃん。はい、でもサブチャンネルはお休みいたしまして、ピエンピエンなんですが、はい、さあ、マリマさん英検1級受けましたね。はい、ということで結果発表でございます。
あー12時に出てるはずなんですけど、森哲さんと撮影のためにまだ見てないです。私もそうなんです。実際やりました。ちょっとね、火曜日は企業案件動画が出ておりましたので本日になってしまい、はい、申し訳ありませんでした、はい、あ、この写真めっちゃ面白いじゃん。この写真あーでしょ、就活の時の就活の写真ダメだよ。ダメなの。 NG。これなんて調べたいんですか。で、前みたいにね、共通テストとか東大英語みたいに1ヶ月とか遅れてないんで、当日に取れて。英検合否って言ったら合ひろみって出てきちゃう。なんで英検合ひろみ。で、私仕事があったんでね、8時45分ならって言って、8時半にしてください、9時に。場所まで取ったのに、はい、回答。回答じゃなくて、もう今それどころじゃない、怖いんだから。これです、これこれこれ、はい、合否。じゃあ、そうそう、これです。これでもうバッテリーないんかい。いやー怖っ。え、まだ大丈夫。まだ大丈夫ですね。パスワードとあれ、就活の時の写真がすげー真面目な顔。そうでしょ。え、 ID 持ってるじゃんね。え、もう無理。これで落ちてたら私どんだけ叩かれるんだろう。もう帰国史上失格ということで。マジか。でもね、リーディングの時はめちゃめちゃ叩かれたけど、ライティングになった途端にね、もう手のひら返しでみんな、いやいやいや、いけるでしょうみたいになってましたけど、間違ってるって。ちょっとログインできないくだりやんないで。ちょっとできないんだけど。ログインできません、やめて。なんでできないの。切るでしょ、前にだってやったんだもん。動画撮ってる時にログインしたんだから。あれ、そのメアド行けばわかんない。でもメアドいっぱいありすぎて、どれのやつで登録したか忘れちゃったんですよ。ちょっと待って、尺つなげといて。尺ってもうどうせカットするだけだから。そんなカットしないで。ふーん、話で死にそうなんです。なんでですか。食べる時間がないからですね。もう仕事ずっとつながってた。あららら、私あれ会社のさ、うん、健康診断の結果出てきたんだけど、うん、判定が C で、うん、何が悪いの。軽度の貧血。おー、あと痩せすぎ。そう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 。何間違え、あ、びっくりしたな。したな、もうびっくりしたな。もう出てきたのかと思ったよ。何にも書いてないじゃん。え、もう生年月日しか書いてない。ごめんなさい、落ちてたら皆さん叩かないでください。ちょっとログインできないじゃん。パスワード忘れてるじゃないですか。もうやばいって、撮影してるのにパスワード思い出せないって困るって。やばい、思い出せない。もう、え、わかんない、書いてあんのかな。撮影日複数日にわたるとか、いやいや、それはこんなんで、いやってないか。あ、田中さん出ました。お疲れ様です。田中さん、この英検のログインの仕方わかりますか。周りもログインできないです。あー、あれ、ハガキありますか。はい、ハガキ、米印で隠れちゃってて、パスワード、パスワードわかんないって言ってます。あー、なんかメール来てます。メール、何のメールですか。多分支払いした時に。支払いした時の、だって。ちょっとなんか言ってそう、今。今言ってそう、そこに何があるのか。はい、はい、支払いした時に返ってくるメール、はい、出ます。パスワードって載ってる。え、って載ってんの。載ってるってところ、はい、ガーシュ。何通か来てる。2通か3通。え、なんていう、なんていう、なんていうメッセージですか。違う、なんていうさ、メアドから送信されてます。メアドは同じなんじゃないの、それ。違う、A ナビさんかさ、A 検かとかさ、いろいろあるじゃん。A ナビとか、なんていうタイトルか分かれば。何、あった、あったんかい。あったあったか。ありました、たわしさん。たわしさん、え、たわしさんも結果見たんですか。たわしさんも結果見たってことですね、じゃあ。あ、見ました、見ました。でも動画はいつ出るんですか。近々。じゃあ触れないでおきます。え、ねえ、もう5匹か押しちゃうよ。ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ、ちょっと周りもの今見るんで、じゃあたわしさん一緒に見ますか、じゃあ。はい、いいですか。はい、え、いいの。え、怖いんだけど。じゃあ行きます。じゃあ今ちょうどたわしさんもいるんで、じゃあ、はい。やだ。なんで、ちょっとさ、覚えてなかったわけ、結局。見えました。はい、出ました。はい。ということで合格しました。イエス。こう。素晴らしい。ああ、なるほど。はい。ということで、まあ田さんの方は後日出ますが、リーディングが850点中639。これでは田さんの方が良かったってことですよね。ああ、マジ。あ、そこ一問差だったもんね、だってね。やっぱリスニーが715で。それは強いです、はい、で、ライティングが694。え、694。あ、本当ですか。うん、いやすごいな、はい、ということで、だからリスニングとライティング、おー、びっくりしたよ。危ない。リスニングとライティングは C1 レベルですね。ね、やばくないこれ。はい、で、結構ギリギリだな。
20点。2028が合格ラインで2048ということでした、はい、素晴らしい、おめでとうございます。はい、ということでした。田中さん、ありがとうございます。じゃあ後日ライティングもさ、悪いんだけど、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ライティング悪いね。ライティング悪いんだけど。ちょっと頑張って書いてたのに。ちょっとめっちゃ評価良かったのに。コメントは、コメント評価良かったのに。で、これなんで合格したの逆に。じゃあ、いや、まあだから78、5、85、合格する人たちやっぱ型ちゃんとやってたんでしょうね。いや、だからどこをどう間違えてるかで、あれは再現なので、うん、本番のやつにはどう。いや、あれマジ本番だよ。マジ本番なの。マジ本番。あれ、じゃあちょっと一ノ瀬アン先生に聞いておきますね。でもアンドとかさ、ちょこちょこ間違ってたじゃん、アンドとか。あんなのマイナス1点ぐらいじゃないの。まあまあまあ、いや、だから、ま、よくこれで受かったの。本当だよ、ギリギリ。あぶね、あぶな。それぞれちゃんとスクショしてください、今。はい、シャイ。びっくりした。びっくりした。急に出てくるんだもん、合格って。いや、でも名前置き長かったし、もう20分かかった。やったー。まん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 。じゃあスピーチやってもらいます。無理。今から1分準備して2分喋ってください。選べるんですよ、本番の1級って。okay. 5つあって、その中から選ぶ。ちょっとどういうか説明してください。これだ、5つトピックがあって、その中から選べるんです。 I would like to discuss about the topic、artificial intelligence can replace teachers in the classroom and I disagree to this statement because、teachers are supposed to look after about like 30 students at one time, and they all have different backgrounds and different characters and personalities, and I believe that it's hard for AI, artificial intelligence to recognize and know every single person's characters and backgrounds. And I feel like there are lack of emotions. Teachers are not just there to help with educations like maths and Japanese, but they are there to support and actually teach other stuff, which includes emotional feelings. For example, love, relationship, friendship. I don't think AI can really get into that kind of stuff and help them and support them and see the basic reason why they are having troubles and stuff. So I think AI cannot replace teachers, even though AIs are being very useful in the society these days. But sometimes it's better for people, actual human, to be there and... Yes! はい。パラグラフスピーキングを練習した方がいいと思いますね。どうやって？いや、だからライティングすると同じように、うん、段落だ、イントロあって、バディみたいな感じでやるのを多分練習した方がいいかなという印象です。あと細かい文法ミスが多いですね。前置詞のミスが多いですね。Discuss about じゃないですよ。Discuss about つけちゃダメです。え、なんて言うんですか。いや、I'll discuss 何々でしょ。I'll discuss about 何々はダメです。え、I'll discuss artificial intelligence みたいな。そうそうそう、知らなかった。え、Let's talk about って言わない。トークじゃん。え、Let's discuss about 言わない。え、じゃあ Let's discuss this でしょ。Oh, yeah. え、じゃああとは disagree、agree の使い方が違う。 I disagree with this statement。 そうですね、to って言って2回とも、1回目はカットされてるんでしょうけど、2回とも to って言ってます。 with the statement、ね、はい。え、どうしてる、二次試験の方が落ちた。いや、困ります、そんなのは。二次試験で落ちたら困ります。え、ちなみにこれは、じゃあもうネットフリックス見なきゃ。なんで、なんか頭をさ、ジジ、ね、いや、じゃあ頭を英語にするとさ、そういうこと、ファーって出てくるじゃん。でも、ただジジのちょっとネタ喋れるようになっておいてください。ニュースだったりなんだり、それらをちょっと社会人として、そうです、勉強してください。はい、ということでした。まあ、まりみさん、なんとか。え、ってことでエアタグゲットやん。いや、受かってない、まだ二次終わってないから。二次試験で落ちたらエアタグは私がゲットですから。で、でも2回まで受けられるんですよね、はい、二次って。え、そうだよ、保留してくれるじゃん。
一次審査保留してくれるんだよ。あ、それはもう残してくれるってことですね。あ、そうそうそう、もう一回受けなくていいってこと。一次試験をね。そう。でも結局お金を払わなきゃいけないですか。そうなんですか。当たり前でしょ。何を言ってるんですか。はい、ということでした。ご視聴ありがとうございました。デキモチン。ほうで始まりました。さあ、まりまさんです。はい、顔が疲れてるよ。そうだよ、生誕祭で疲れているということなんで。昨日生誕祭ありがとうございました。はい、アイドルの。わ、でもまあちゃんと化けましたね。どういうこと何いや、化粧せずにやってきたじゃないですか。もう本当に。え、変わった。いや、変わった、全然違う。全然違う。やめて、すっぴんがブスみたいになるじゃん。いやブスじゃないですよ、全然すっぴん、うん、でも本当になんかもう子供みたいな顔でやってきたよ。ちょっとだけ盛りましたね。いや、だいぶ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 違う。いや、でも絶対すっぴんの方がいいって人もいる。ああ、まあ確かにね。全然だって、みたいな顔じゃないじゃん。じゃなかった。はい、じゃなかった。本当子供みたいな顔。はい、じゃあ、はい、そんな丸山さん、いよいよ英検一級、なんと、はい、出ますよ、結果。出たったよ。そうです、出たたん、出たたん、出たたんはやったけどね。出たたんは単語壊滅的だったんで、うん、一次試験の時に、はい、だから単語を覚える時にあれやったけど、課金するまでさ、無料で使えるところがあるからさ、 そこで十分めちゃくちゃ使えたけど、なんかもっとアドバンスで使いたいなら課金してもいいかなって思ったから。でも私はノーベンで行っちゃったから、ね、いっか今日今回はと思っちゃったけど、本当に勉強しようと思ったら使ってとかもめちゃくちゃ、その次回やってください。はい、次回やるの。いや、もう何何級なの。0級とか。いや、1級分かんない。受かってなかったらもう1回やらなきゃいけないかも。あ、でも1次受かってるから免除だ。そうそう、はい、免除。あ、でもちょうど今ね、コメントもマリモさんの二次試験の動画も楽しみにしてます。あ、本当だ。はい、英検の単語は出た単価ですってコメント来てる。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあこれまた一回、はい、いきますね。あのパスワード、はい、もう行っちゃうよ。あ、行っちゃう。はい、ちょっと怖い怖い怖い。ちょっと待って待って待って、そんなにすぐに。そんな怖い怖い怖い。くだ、これね、アーニャのこれつけてって。なにそれ。アーニャに行ってきたんで、はい、これコンプラ違反じゃないの。コンプラじゃないわ。これコンプラダメなの。著作権みたいな。はい、著作大丈夫でしょ、これは。これは大丈夫でしょ。これ森哲先生の趣味だって。はい、違うわ。ちょっと結果見るところのサムネにしないと。あ、そうだ。だっていつもサムネのとこブスじゃん。これは一級、まあ、あれね。あ、一時ね。そうそうそう。え、もう、え、見て、来たー。合格したー。あー、はい、わー、はい、見てみましょう。はい、これ、はい、じゃーん、ということで、はい、ちょっと驚いてるようにしてください、サムネ。何この時間。毎回やったじゃん、こうやって。そうそうそう、いや、それだったら分かって、ネタバレじゃん。ネタバレじゃん、もう合格してるやん、これ。はい、確かに。だからね、そういうことです。はい、こうやって850点中の683点、合格基準は602点だって。でも C1 いって。見てほら、お、ショートスピーチ、スピーチが10点満点中9。素晴らしい、さすがです。帰国子女の力見せました。与えられたトピックの中から一つ選び、論点とそのなんとかスピーチを組み立てることが求められますって。素晴らしい、10点満点9です。次。スピーキングインタラクション、そうですね、スピーチした後にこうインタラクションがあるんですけど、うん、面接官とやり取りの中でそれぞれの質問に対して臨機応変に応答し、会話を継続することも求めます。どんなの？これマイナスね、1は、うん、分かる。なんで？ What do you think about nationalism? って聞かれたね、はいはい、私 nationalism が分かんなかった。嘘でしょ、もう。聞いたの？ What is nationalism? 違う、それで、oh, is itThen is, are you talking about people who love their own country? って聞いた。ああ、ね、まあまあまあ、合ってる。合ってるね。まあまあまあ、そう。ってください。だから、それで、なんかちょっと、時事ネタ的に頭が悪すぎて、うん、なんか、え、他どんな質問聞かれたとか覚えてます？え、なんか These days, people who live in the United States, they lose their identity because there are a lot of different cultures and, you know, like, things going around. っていうことから、はいはい、What do you think about people who live in the States? って聞かれて、うん、そしたらそれを聞かれて、ああ答えられる答えられると思ったら、うん、仲裁人みたいな人、あの仲裁人、初期の人がなんか It's time! ってなって、あ、時間切れだったんだ。まあそれありますね、アイデンティティクライシスみたいなの。 うちのね、留学してた時の、まあ、アンドリューってルームメイトがいたんですけど、うんうん、まあ、台湾にずっと、なんだったかな、どっか東欧の国のハーフで、
アメリカに住んでアメリカ人だからっていうのは、うんうん、俺は何なんだってなってましたからね、うん、本当にアイデンティティえ、でもさ、じゃあ私もさ、そうだったのね、まあ、そうですね、日本人に生まれて、そうそうそう、だからそれを、うん、自分のエクスペリエンスを話したの、だらだらと、おお、なるほど、長々と、はいはい、そうで、アメリカに住んでねえじゃんって言われたの、違う違う違う、オーストラリアとカナダとタイに住んで、エイジアもその、うん、第一言語イングリッシュのところに行ったらから、うん、それでじゃあなんか日本人なのかな私みたいな感じで、うん、思ってたんですけどみたいな、日本に帰ってきて、まあ改めて日本のなんか文化に気づいて、うん、気づこうとする努力をしてますみたいな、おアイドルとかやったり、はいはい、そう、あの日本の大学帰って法律学んだりみたいな感じでまとめた、うん、なるほど、 Great speech Great speech、yeah. え、スピーチがその内容だったの？あ、違う、それトピックが確か完璧には覚えてないんだけど、うん、現代の人たちのアイデンティティがあることが大事か否かみたいな感じだったと思う。なるほどね、はいはい、で、私は多分あった方がいいんじゃないみたいな言ってた。なるほど、いけたわけですね。いけた、いやすごい。で、speaking grammar and vocabulary 満点です。10 out of 10ですよ。ナショナリズム分かんなかったけど10です。確かに、まあ当たってたからね、うん、幅広い範囲の語彙、文法を正確かつ適切に運用することが求められます。で、次 speaking pronunciation 満点ですね。 pronunciation 10 out of 10、内容が薄くても pronunciation がいいから、ね、そうですね。面接を通して発音アクセント、イントネーションを正しく運用することが求められますと。これでなんでさ、え、そうなの？なんで、え、そうなの？なんで9？え、わかんない。なんで9、9だけでこんな減点されんの？ね。850から683までガーンって減るの？そう。ちょっと英検の皆さん、なんで？え、だったらさ、ここ7とか8とかにしてくれたらさ、うん、あ、なるほどってなるけどさ、これ、え、1点ずつ落としただけでこんなだったら、もうさ、みんな落ちてるやん、じゃあ。ね。すごい、そうなの？こんなにガーンと減るの？知らんかった。面白い。で、overall、はい、overall、全体3400点中2731点。まあまあ、これはね、あのスコアの問題あって、はい、合格か不合格かの瀬戸際なんでね、うんうん、まあ2731、まあでも大学受験だったらもうすごい高いところまで応募できます。もうめちゃめちゃすごいところまでいけます。いやー、これで森哲さんに何買ってもらおうかな。エアタグじゃん、そういえば忘れてた。そうだよ、忘れてたわ、そういえば。そうだよ、私はそれをもう頭の中でこうやってエアタグって思いながらループで英検会場に行ったの、朝ループでウィーって、え、それをね、話して ループってなんか乗るやつ、あれそれでなんか、あ、はいみたいな、今日はよろしくお願いしますみたいに言って、Oh, I almost crashed、this morning、って、なんでって聞かれてから、ループ初めて乗ったんですけど、あ、その話したの。そう、それを言ったら笑ってくれて、だからそれでもうこの点数だった。ありがとう、ループ。乗ったことない、あの緑色とあのやつ。まあ、東京じゃない人分かんないかもしれないですけど。あ、確かに。え、それバカにするよ。いや、バカにしてるじゃん。いや、見たことないと思うけど。まあ、見るじゃないですか。僕からも普通に23区いりゃ見るんで、見かけるんで。使ってみないわ、あれ。いや、使ったことないわ。森田さん、リッチだからね。タクシーしか使わないから。いや、そんなことないです。この暑い中、電車で朝。ね、行ってますよ、えらい満員電車の中、夏期講習行ってますよ。ということで、じゃあ全体の結果は、リーディングが639、うん、リスニングが715で、めっちゃ高いですね。で、ライティング694で、スピーキング683。なんで9、ね、なんで9、9だったんだよ。9、9だったんだ。だってさ、順番的にリスニング、ライティング、スピーキング、リーディングっていう順番でしょ、うん、私も本当はライティング、スピーキング、リスニング、リーディングなのにさ、トーフルでは。なるほどね、ああ、なるほど、トーフルで、うん、不思議な結果になりました。能面で1級受かったのは本当にすごいと思う、私。だってこれ見てギリギリやで、これ本当だ、合格基準2630で、なるほど、なんかすごい、ティープとかセファールとかも受けられてる。何それ、ティファール。ティファールは取っ手の取れるでしょ。違う違う、ティープでこれぐらい、いや、ティープってあるんですよ、試験。これだってティープは400点取ってるから、全部100点満点。すげえ、うん、セファールの C1 なの。いや、 C1 でもだいぶ高い方いけると思うんだけどな、ボキャビュラリーがないのかな。いや、全然取れると思うんですけど、まあやっぱり帰国子女は強かったということで。え、でもあれ森哲先生に、森哲先生、まあ、初めて言われたよ、初めて言われたよ、先生って森哲さんに、誰って俺だわ。森哲さんに一級受けてみなよ言うみたいな感じで言われなかったら、はい、準一級で人生終わってたから。そうだ、もったいなかった、うん、確かに朝早く起きるし、訓練にもなった。そこもう、これだってね、言えますからね、英検一級持ちです。やっぱ準一と一級じゃさ、
全然違うだね。あ、だって英検1級持ってるアイドルと持ってないアイドル確かに全然違う。英検を持ってる、英検を持ってる、英検1級を持ってるアイドルなのでぜひ応援してください。そんな喋り方なの？違うよ。そんな喋り方なの？普段違う。そのアイドル的にはアイドルの時はどういう喋りなの？え、オラベラ行くぞみたいな感じ。ああ、そういう曲もあるけど、うん、ありがとうございますって感じ。わお。生誕祭はね、僕生配信中でしたんでね。あ、そうだったんだ。いやいやいや、スケジュールの時言ってたじゃん。言ってたっけ？スケジュールでこの、もう来ないってなったら忘れてた。でそれ終わった後だったら撮影できる。いや、生誕祭だから。あ、そうだそうだ、確かに言ってた。生誕祭だということで、ということで、じゃあエアタグゲット、ゲット。じゃあ今から買いに行ってきます。今から？遅っ。はい、遅刻間ですか。今日もがっつり遅刻してきましたんで、ね。はい、マリムさんのチャンネル貼ってます。これきっと、あ、これマジでお願い。これみんな行くんじゃない、ね、これ見せられたんで英検一級アイドルって出せるわけですから。そう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 、確かに。これでだいぶ箔がついたと思います。じゃあなんかカッコつけて英検一級の取り方とか動画見ようかな。いいじゃないですか。今日ちょうど上げてたんだけどね、これね。はい、でマリムさん撮りましたね、おめでとうございます。ぜひ高評価、いいね、チャンネル登録、チャンネル登録忘れないでください。これおかしい。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。やりました。やったね。次は何の企画だよ。次、確かに何か調整してほしいものだったらですね、ぜひなんか声声みたいでした。はい、ぜひマリムさんに調整してほしいもの。踊ってみたとかの動画盛りで先生のチャンネルであげた。どういう路線変更みたいなね。え、でもあやたぐんも昨日の生誕祭でさ、もらっちゃったんだよね。え、違うものにして。違う。ちょっと待ってください。どう、えぇ、ー、そう、もらっちゃった、もらっちゃったの。ごめんね、森哲さん。